牛肩ロースを2キロ用意しました。おお。おいしい。やばい。超肉、超バーベキュー、超醤油、超わさび、僕たちが超重大。じゃあすごいよこれは、すごいよこれは、見てください。今日は牛肩ロースを2キロ用意しました。はい、見たことがない、ね、すごいね、すごい。ということで今日はこれを完食するまで帰れません。そうなの、はい、そうです。え、帰れない、え、完食完食は聞いてないよ。そうです、完食は聞いてないです。そうです、できる限り頑張りましょうでしょ。そうです頑張ります、頑張ります、頑張ります。はい、ということでみんなでせーの、いただきます。じゃあ行きます。うわぁ、おぉ、え、硬い、すごぉ、そんなでっかいブロックの肉切ったことない。千切ってるやつだよ、これ。硬っ、硬くない？あ、でも頑張れ、ちょっと切れて進んでる、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 真剣な表情がまたいいです。真剣な表情がこれまた客の前で切るやつ。おお、乗せるよ。はい、切れた、イエーイ、すごい、すごい、これ大変だよ。ナイも切ってみたい。いいよ、そこでやる。はい、じゃあ第1号でございます。はい、ございます。はい、いきます。あ、おお、豪快やん。イエーイ。イエーイ。よいしょら。おお。やばい。あ。できた。うわあ。はい。素晴らしい。お。あ、ほんまに切れてる。わあ。すごい。か。すごい。が。ステーキ。一個。うん。こんだけしか切ってないのにステーキ1個出てきたよ。ね、すごいね。どーん。いや、重た。え、誰も誰も来ない。みんな見てるだけ。開けます。じゃーん。おお、いいやん。ね、合う。これどうする？え、すごい切れ味超いい。おお。じゃあまずムミでお食べください。ムミで食ってないな。本当に ライオンだ。近すぎちゃってどうしよう。可愛くてどうしよう。口触りパーク。はい、よいしょ。ありがとう。できる。いただきます。ありがとうございます。それでは、いただきます。ありがとうございます。塩？塩。美味しそう。塩コショウでめっちゃいい。ありがとう。おいしい。やばくない？うま？うん。ライムいただきます。やばい。怪獣。うまい。激うまった。激うま？うん。よし。うまっ。そしてあと何キロ？ 1.9 キロぐらい行こうかじゃあね。やばいよこれ。ナナちゃん腹何分目？ありがとう。5。うん。うわ。うん。自分も今5。回して。すげえ。ありがとう。かける。いや。ありがとう。結構きた。素で驚いてて。めっちゃうまい。ごめんね。うまっ。うま、肉で飲む水はうめえ。うめえな。ああ、うん、聞いてなかった。開けます。はい、はい。わー、やばい、すごいな、煙すごね、やばいね、これ。こんなん大丈夫なんかな。
ね、換気扇とか回してる。俺が一番お腹いっぱいなのはあやかもしれない。ちょっとなんかお話しないみんな、うん、いいよ、うん、何について話そうかな。何がいいかな、何がいいかな、何がいいかな。じゃあみんな好きなのは犬か猫どっち。犬。おお。犬かな。犬。え、すごい。うわえ、これで何グラムあんだろうね。250。すごい。肉ってさ、うん、焼く前の見た目のが美味しそうなのにさ、うん、焼いた方が美味しいんだね。だ生肉食べたことないじゃん。うん、いや俺あるよ。うそー。嘘だった。わあ。わあすごい。なんかうまそう。このままでも買えちゃいそうなんだよね。私にもいただけますでしょうか。ありがとうございます。うわなんかもうありがとうございます。油にしか思えない。ね、全然油っこくないとこでもね、油っこ。ね。なっちゃん。何？はい。焼肉のタレ。塩コショウを取ってください。ちょっと待って。いえ。イケツバもうなっちゃんになった？うん。だから最近なっちゃんなんだよね。じゃあ、うん、俺なあたんにする。やべえよ、ずっとじゃん。許可降りた。許可はしてくれた。許可降りた。その代わり一生これなんだ。そうだよ。うん。うん、うん、いただきます。何食べたの。チョコショウ。美味しいね。めっちゃ美味しい。ちょっとさっぱりしたい、うんうん、じゃあわさびで。うわさび苦手。ポン酢合うんかな。ね、薄そう。 いくね、結構毎回食感が違う。お肉のね、これ硬くない？うん、ステーキ醤油が一番さっぱりする。ね、わかる。すごい。うん、持ってきた。じゃあ食べて。あ、ありがとうございます。あ、柔らかい。え？ほら、なんで？なんで？こっちからこっちは美味しいんやと思うわ。あー、部位がちょっと違うかも。なるほど。ニョさん、ニョさん部位。なんか美味しくない部位のが好きかも。硬い方。うん。楽しそう。めっちゃ楽しい。楽しい。え、怖いんだけど。どうした？マジマジの言うな。怖くない？なあ、ほっといて。分かってて、ほっとく。寝て食べきった。あー、すごい。大食い企画ではないんだよ。食べなかったね。じゃあストップしよう。あ、そうなの。結構限界突破してたから早く行ってほしかったかも。今回成り立ってる会話の方が少ないね。うん、そうだよ。なんか、うん、やっぱりね、仲良しほどね、会話が減るんですよ。せーの、ごちそうさまでした。次回の超10代はもくもくもかでーす。たんたん。はい、次回の超10代チャンネルでは夏祭りメニューの大食いにチャレンジしてます。焼きそばとかたこ焼きとか本当にたくさん食べたんですけど、まあ大食いね、3人でどこまでできたかお楽しみにしていただければなと思います。チャンネル登録、グッドボタン、ベル通知ボタンを押して超10代の動画を楽しみにしててください。バイバイ。